当そういうふうに思って生きてる人がいるんだなと思ってびっくり私も心配したんですけれども、あの少し良かったなと思っています。あの実はですね 2.5 枚目というアルバムを今作っています。3枚目じゃなくて 2.5 枚目っていうのはちょっと訳があってですね、あのそれはまたおいおい話していきたいと思いますけども、その中に入るもう一曲をお届けしたいと思います。私は今まで曲作りは自分にはセンスがない、才能がないと思っていて、本間さんに全て任せっきりだったんですね。セカンドアルバムからちょっと、もうちょっと D メロにこういうのをつけてほしいっていうのを自分で歌って本間さんに渡して入れてもらったりとかあるんですけども、今回はですね自分の中でもこんな曲にしたいとかそういうのを本間さんと、手探りでの作曲にも積極的にって言ったらかっこいいですけど参加させてもらって、いやでもまあ、はい、もう5年目なんでね、はい、あの手探りって言ってもそんな時間はかからないですよ、はい、だからどんどん年とともに集中できる時間も短くなります。そうなんですよねそうで、この生まれてきてよかったの冒頭は本間さんと、本間さんがポロンって弾いて私が歌ってっていう、なんかそんな掛け合いで、初めて生まれた曲ですよね。そうですね、はい。そして次にお届けする曲はですね、私がまあこれもちょっとなんかまたかっこよく言っちゃうと、ちょっとこう空から落ちてきたメロディーと言葉で、空から降ってきたのじゃなくて、空から今なんて言いました、私落ちてきた、ダメです、降ってきた舞い降りてきたそうですね、いきなりこの、メロディーと言葉がポンって頭の中ですぐさま携帯って今録音機能がついてるんで、まあ、撮ってそこからまあちょっと練ってきた曲なんですけれども、これはですね愛の歌なんですけれども、まだ実を言うとさっきの生まれてきてよかったなんて思ったことなかったのまだまだちょっと未完成で、 CD になるまでにはまたちょっとした道のりがあると思いますけど、これも実はまだタイトルが決まってなくてですね、ノンタイトルという曲で、こんなことをして歌っていいのかなと思いますけど、まだ曲が、タイトルが決まっていない曲です。聞いてください。愛を閉ざさないで、愛をささやいて、
どうもありがとうございました。ありがとうございました。新曲コーナー終わりです。あでしょ、いいね。続いてお届けするのはこの優しい曲なんですけれども、意外にの古見まやのこの曲を好きな人が多くてですね、まあ、多くてって言ってもマスミなんですけど、自分で言っちゃった、黙ってるの分かんないよ、自分で言っちゃった。空という曲を作りました。これはですね、ワンちゃんと一緒にライブに来れるライブっていうのをやっていてですね、私そこから生まれた曲なんです。ワンちゃんその王貞治じゃないですかね。そうですね、ちょっと違いますね。本当にワンワンの方のワンちゃんですけれども、たまたま私がこの曲を本間さんと作ろうって言われた時に、お友達のワンちゃんが2人ほど亡くなってしまって、そこから生まれた曲なんです。で、この曲を作ったことをそのお友達に言ってなかったんですけども、また新しい子を迎えることになって、その友達の一人が、ワンちゃんにつけた名前が実は空だったんですね。で、私は先にこの曲を作っていて、空というタイトルをつけました。で、その方は知らずにその子に空という名前をつけたんですけども、何かきっと目には見えない力というのが働いたのかなと思っています。2曲続けてください、聴いてください。空、天使になったあなたの歌。まあ
一瞬こう終わったと思わせておいて、実は新曲なんですね、次ね。なんて計算高いんでしょう、前さん。とても終わったと思えないですね。ごめんなさい、大型の人だから、ごめんなさい、語弊があって。すみません。決して大型の人、大型の人、来た。あれ、ちょっとしかいない。いや、大型はみんなに血が上げられるから、あ、よかったです。いや、この際だから、残り3つも聞いてあるんじゃない、はい、じゃあ、A 型の人。はい。お、A 型多い。じゃあ、残り全部 AB と、お、AB と B。 待ってください、前のお母さんも今日、はい、かっこいいですね、それシャツ。かっこいいでしょ。ちょっとデヴィ夫人っぽいでしょ。なんかこれスカートってなんかいいんじゃない、いい感じ。うん、なんか昨日ちゃんとお母さんと二人で一緒にあのお着替えごっこして、これがいいあれがいいって言って、お母さんは今日はもっとロングのドレス、なんていうの、ちょっとドレスっぽいの着てこうと思ったんだけど、うんうん、あの今日のお店は可愛い方がいいよって言って、ちょっと風船っぽい可愛いスカートです。後で見てください。で、私さんざん言ってますけど、うちの母親は昔松岡きっ子に似てるって追いかけられたこともあるそうで、本人が今はちょっと面影がないのか分からないですけど。いや、俺最初お母さんに最初会った時俺思ったもんだって。本当ですか、松岡きっ子っぽいですか。松岡言ってたよね、似てるって。似てますよね。あ、ごめんなさい、また気持ちのない気持ちのない返事しちゃったな、私今と思って。似てますよねとかで見るもんで。似てますよね。似てますよね。そうですか。それでは、続いてお届けするのタイトルがですね、これはタイトルから先に決まった曲で 2.5 という 2.5 という曲を、まあ、アルバムタイトル曲として作ったんですけれども、ですね、このアルバムを作るきっかけになったのが、なんかこうマヤさんの低い声が聞きたいとか、そういう声を聞いたりですね、やっぱりちょっとアップテンポなものをなんかちょっと聞きたいとか、そういう声がだんだん去年ぐらい、ある時を境にこういきなりこうたくさんの方から言われるようになってですね、ちょっと裏マヤちゃん的な CD を作ろうよということになりました。で、3枚目として
してしまうと、なんかマヤさん路線変えたのとかなんか思われるのが嫌で、あの嫌でというか、まあちょっと自分自身もあの、まあ、2枚目までアルバムを作って、本間さんの中で多分古見マヤってこういうのだよなって思ってる多分古見マヤ像があって、なんですけど私の中ではまだまだなんかこんなのもやりたい、あんなのもやりたいとか、あのその弾いてもらったレールというのはちょっと違いますけど、そこが居心地が悪いとかではなくて、なんかせっかく1回しかない人生なんだったら、なんか好きなことを思いっきり何でもやっていきたいなって思っていて、みんなからはちょっとマヤさん、え、マヤさんそんな歌歌っちゃうのとか、なんかそう思われてもいいから、なんか自分のここにあるものを形にしていきたいなと思って 2.5 枚目というのを作ろうということになりました。なのでさっきの生まれてきてもそうですけど、あのちょっと今までの古見マヤとはかけ離れた世界観になってるのかなと、いやマヤが歌うとマヤになってるのかどうかちょっと分からないんですけど、であの3枚目に行き着かない未熟な私というのが実際今回のアルバムの私の中のテーマで、未熟とかなんかまだそこなのっていうと少しマイナスな聞こえ方がしますけれども、いやいやいや、まだ未熟だからこそ伸びしろというか、あのまだまだそこに行くまで の, あの伸びる期間っていうんですか、伸びるものがまだまだあって、絶対に諦めることはないし、諦めなければきっとそこに必ずいつかたどり着けるという、そういう自分のための応援ソングでもあり、この曲を聴いて誰かが同じ気持ちになってくれたらいいなと思って、作りました。 2.5 聴いてください。
長崎修一さんですが、今日はちょっと気の利いたやつ長めにやってくださいよ。やめてください。皆さん期待してますから。長さんファン多いですよ。やってくださいよ。あのちょっと手に合ってる。Mm-hmm.
ございました。私もなんか今日本当に楽しみにしてて久しぶりだったのもあるし、新曲を早くみんなに聴いてもらいたいっていう気持ちもあって、今までオリジナルライブを開いた中で今日が実は一番楽しみだったと言ってもいいぐらい楽しみで、そしてこんなにたくさんのお客様が来てくれたことが本当に今日は、嬉しくて夜眠れなくなりそうなんですけど、今日ですね、このお店でやらせてもらったのには自分の中で理由がありまして、まず一つは自分が今回の曲で歌ってる姿を想像していくつかの店に当てはめていった時にやっぱりここだなって思ったのが大きな理由だったんですけど、なぜこのお店にそんなに思い入れがあるかというと、私と本間さんはですね、今年からこのリブスさんで定期的にライブをやらせていただくようになりました。で、本当に私たちはラッキーで、いろんな方がいろんな手助けをしてくださって、今日今日年間約20本とか本間さんはもっとですけどライブができるできています。そしてそんな中でもとてもね、オーナーの田中さんがいい方で、どんな時も支えてくださって、そこに集う、お客様たちがまた優しくって、でいつも私は本間さんと2人でしかここでは演奏できてないので、ぜひそのいつもあったかく迎えてくれるお客様にこのフルメンバーで自分の世界を見ていただきたいっていうのも一つの理由で、なんといってもこのお店をみんなに知ってもらいたいってすごく思ったんですね。もっともっと大きくなってね、もっともっと恩返しができるようになればいいんですけども、そんなここは私の中で今一番すごく大切な場所で、でここで今日やらせてもらいたかったわけなんです。なので本当に今日集ってくださった皆様、そしてお店の方、どうもありがとうございました。最後ですね、私のオリジナルで天音という曲があります。この曲は天からの音ということで、セレスティアルノートというアルバムタイトルがついていますけれども、その曲になります。皆様にもその天からの音が、常に降り注いで、いつもなんか元気で、悲しいことがあっても元気で前を向いて歩いていってくださいますように、最後は祈りを込めて歌わせていただきたいと思います。本当に今日はお忙しい中どうもありがとうございました。Thank you.
もいいんじゃないかな。本当成長した私はどうでした？成長しきってなかった。え、成長した私はどうでした？いや、それは当然毎回やるときにね、もうあの成長はちゃんとお見受けられてますし、案外近くにいるとよくわからないこともいっぱいありますし、そうですね、うん、今日もね、何年かぶりにお会いした方もいらっしゃいますし、ね、いつもお会いしてる方も、いるでしょ。何年かぶり、な、物の弾みで言っただけではなかったよ、そんなことはね。結構みんなよく会ってる気がしたけど、僕も俺の話はダメにしてくれたな。5枚目に入るであろうリクエストがいただきました。この曲をお届けします。フラワー。